シャペロンとは、他のタンパク質分子が正しい折りたたみをして、機能を獲得するのを助ける、タンパク質の総称である。分子シャペロン、タンパク質シャペロンとも言う。シャペロンとは元来、西洋の貴族社会において、若い女性が社交界にデビューする際に付き添う、年上の女性を意味し、タンパク質が正常な構造、機能を獲得するのをデビューになぞらえた命名である。シャペロンとは、 折りたたまれていないタンパク質に結合し、それが適切に折りたたまれた状態になるのを助けるタンパク質の総称である。折りたたみはタンパク質が適切な構造と正常な機能を獲得するプロセスである。シャペロンはホールディング完了後には気質との結合を解いて有利し、ホールディング後の気質の一部とはならない。また、シャペロンの構造は反応前後で変化しないし、 ホールディング後の構造を指定しない。天然体の構造は、気質のアミノ酸配列によって行われ、シャペロンはあくまでネイティブ構造の形成がなされやすい、環境、または機械を提供するだけである。シャペロンの機能は、ホールディングの補助だけではない。タンパク質の品質管理も担っている。これらの機能は、生命活動において、必須事項であるため、 シャペロンは必要不可欠な存在である。分子シャペロンの異常は細胞の向上性維持に関わるタンパク質の機能不全を引き起こす。具体的には代謝系の異常、腫瘍の進行、神経変性疾患、心血管障害などの病気の進行の要因となると考えられている。また別の見方をすれば細胞内に存在する個々のタンパク質のコンフォメーション、 結合相互作用、極材及び濃度の制御が適正化かつ維持されるために、シャペロンは必須の要素である。大部分のシャペロンは正常に機能するために ATP のエネルギーを要するが、シャペロンには様々なものがあり、詳細な機能については不明の部分が多い。多くのシャペロンは熱ショックタンパク質であり、温度の上昇による損傷を抑制するための熱ショック応答を担う。 つまり、タンパク質のフォールディングが熱によって変成した場合に、そのタンパク質の折りたたみを適切になるよう制御する。熱ショックタンパク質としてのシャペロンは例えばスモール、HSPS、HSP40、HSP60、HSP70、HSP90、HSP100 などである。低温ショック応答を担う RNA 結合性シャペロンの一群を、 低温ショックタンパク質と呼ぶ。CSP は RNA 上に生じた余分な二次構造を一本作上に解き、遺伝子発現とタンパク質合成を可能にする。CSP には低温応答性のものと非低温応答性のものがある。大腸菌の場合、CSP 遺伝子は9種類あるが、そのうち4つが低温応答性である。リボソームで合成された新生ポリペプチドさは、 多くの場合、シャペロンの改造えを受けてホールディングする。シャペロンが必要とされる理由は、作られたばかりのポリペプチドさでは、素水性のアミノ酸残機が露出しており、水分子から逃れるために最初に遭遇した他の素水性残機と結合しようとするためである。生態細胞内は、非常にタンパク質濃度が高いため最も近くの、 素水性領域と手当たり次第に結合してしまうと間違ったホールディングを導く。これを防ぐのがシャペロンの働きである。なお、ホールディングに失敗したタンパク質は凝集する傾向があり、細胞にとって非常に有害である。シャペロンは正しい結合相手が現れるまで新生ポリペプチドの素水性部分を水分子から隠す働きを持つ。通常のシャペロンは 内部が疎水性領域となっているポケット持ち、ここに基質を隔離する。基質の疎水性領域は、ポケット内の疎水性領域と相互作用し、不適切な結合は抑制される。大腸菌の場合、トリガー因子と呼ばれる特殊なシャペロンを持つ。古細菌と新核生物には同様のシャペロンは存在しない。トリガー因子が通常のシャペロンと異なる点は、 リボソームの大サブユニットと結合することである。こうして新たに合成されてリボソームから出てくるタンパク質は直ちにポケット内へと誘導される。2004年にネナドバンは大腸菌のトリガー因子と古細菌のリボソームサブユニットとの複合体の結晶化に成功した。複合体中のトリガー因子はその独特の形状からうずくまった竜と呼ばれる。 過量にはそれぞれ頭、背中、腕、音た例えられる領域がある。大腸菌には予備のシャペロンとしてドナックが存在し、トリガー因子は生存に必須ではない。ヒストンシャペロンとは、ヒストンを裸の DNA に結合させてヌクレオソームを形成させるタンパク質である。このタンパク質の役割は、転写の際に一時的にクロマチン状からヒストンが取り除かれて、 不安定化したヌクレオソームを元通りにすることである。この不安定化は RNA ポリメラーゼがヌクレオソーム内部の転写領域に接触して転写を行うために実行されていると考えられている。ヒストンシャペロンとしてクロマチン転写促進因子が知られている。新生細菌のシャペロン複合体モデルであるグローズ、グローエルシャペロン新生細菌で機能するシャペロンにグローエルがある。 このシャペロンは、コシャペロン・グローズの共存によって正常に機能することができる。グローエルとグローズは、シャペロニンとコシャペロニンと呼ばれることもある。一方、コサイキンにはシャペロニンに相当するものとして、HSP60 が存在するが、グローズに相当する補助因子を必要とせず、ジムックという因子が補助的に働くという報告がある。深刻生物では、 細胞本体にコサイ細菌と相同のシャペロニンを持ち、オルガネラに新生細菌と相同のシャペロニンを持つ。このほかグロと HSP40 を補助因子として必要とする HSP70 というシャペロンが全ドメインから見つかっているグローエル・グローズシャペロンは以下のように機能する。まずダルのような構造を成しているグローエル・グローズ複合体がその中へ、 露出した一連の素水性アミノ酸部分を取り込む。この初期段階では、シャペロン複合体の内部は素水性が高い。タンパク質分子がこのカプセルの中で正常に、フォールディングすると内部は浸水性に変化し、これによってフォールディングしたドメインは、シャペロン外の水中に放出される。このサイクルは何度も繰り返されるが、疎水性、浸水性変化には、グローエル。 グローズのコンフォメーションの変化が必要で ATP の下水分解によりそのエネルギーが供給される。分子内シャペロンとは標的タンパク質の内部に存在し、標的タンパク質の正しいフォールディングを導き、かつ、フォールディング後にプロテアーゼによって切除される部分的アミノ酸配列である。このため、成熟タンパク質分子には存在しない。上記で紹介したような、 標的タンパク質とは別の独立したタンパク質である一般的なシャペロンとは異なる。カレクサ菌のプロテアーゼであるスブチリシンに含まれるものがよく知られる。分子シャペロンという用語が科学分野で最初に登場したのは1978年のラスキーラの論文であると言われている。この論文の中ではヒストンと DNA の間に生じる不正確な イオン性の相互作用を阻止する働きを持つ、タンパク質を指す言葉として紹介されていた。このタンパク質は、現在では、分子シャペロンの一つとして、ヌクレオプラスミンと名付けられている。分子シャペロンという単語が、現在のようにヌクレオプラスミンだけではないより、広範なタンパク質群を指す言葉となるのは、さらなる歳月を必要とした。その理由として、 1950年代から1970年代まで、タンパク質のフォールディングは、分子シャペロンのような外的因子なしで成立することが、一般的であるとされていた点が挙げられる。すなわち、タンパク質のフォールディングはそのアミノ酸配列のみに、依存すると考えられていた。アンフィンセンのドグマは、リボヌクレアーゼのリフォールディング実験に基づいて、アンフィンセンらにより発表された。また、 同時期に別の研究グループが核酸とタンパク質が後に分子シャペロンと同定されることになるリブロース1、5ビスリン酸カルボキシラーゼ、オキシゲナーゼサブユニットを基質とするタンパク質を発見した。ことごろのエリスの発見は具体的には新規に合成されたサブユニットに結合するオリゴマータンパク質が存在すること、 このオリゴマータンパク質の結合はサブユニットがホロコースに組み込まれるまでの一時的なものであることであった。これらの発見からエリスは自発的な解合の例外としか見なされていなかった解合補助タンパク質が広範な生物に存在すること、ポリペプチドさの解合はそのタンパク質の補助によって適切に制御されていることを考え始めた。1987年に入り、 分子シャペロンという単語は現在とほぼ同じ定義をされることになった。エリスはヌクレオプラスミンの機能を説明するための分子シャペロンという用語をヌクレオプラスミンと同じような機能を持つタンパク質全般として使用するよう提案したのだ。コペンハーゲンのカールスバーグ研究所で開催された NATO Advanced Study Institute Plant Molecular Biology でのことであった。この時 エリスが発表した定義は、基質となるポリペプチドさのフォールディングと、オリゴマー構造への解合が正しく進むように、改造へする基質の最終構造の一部にならないし、基質の立体構造の指定もしない、であった。この発表の翌年、エリスは、グローエルのファミリーが、生物一般に広く存在すると考え、このファミリーの分子シャペロンをシャペロニンと呼ぶことを発表した。というのも、 エリスはヘミング酸だとともに植物のルビスコサブユニットに結合するオリゴマータンパク質が大腸菌のグローエールと相動であること同定していた。また同時期にマクマリンらによってグローエル抗体に交差する分子量5 8千から6 4千のタンパク質が酵母、カエル、トウモロコシ、人のミトコンドリアに共通して存在することが明らかにされていた。ありがとうございます。